どうも皆さんこんにちは。ニューヨークでゴルフプロをしている宮崎です。今回もコンゲモンから、動画を撮っていこうと思いますという感じでございます。今回はついにこのプロとウェッジちゃんから卒業という動画を撮っていきますと。プロとコンセプトのこのウェッジについては過去3回ぐらい動画をアップしてきたんですよね。僕はもともと14っていうメーカーのアイアンとウェッジを使っていたんですよね。そこからプロトコンセプトのあのアイアンっていうのに一目惚れして、でそっちに変えて、でウェッジもそれに伴ってプロトコンセプトのウェッジっていうのをですね、ゲットして、でこれを使うってなったんですけど、まあ最初に思った印象は、めっちゃスピンかかるのとちゃんと飛ぶっていうことだったんですよね。でウェッジで飛ぶのって結構僕の中では少ないので、まあ例えば僕のクラブの、先生に配当でフルショットしてみても全然飛ばないよねっていうので、マジでって打ったら本当に飛ばねえじゃんみたいな感じだったり、意外とウェッジ飛ばないのあるけど、まあ配当が一番極端だなって思ったりだとか、そんなにこう距離の出るクラブじゃないなっていうふうに思っていたわけですよ、ウェッジって。でもプロトコンセプトのウェッジはちゃんと飛ぶし、でスピンもなぜか知らないけどめちゃくちゃかかるしっていうので、なんかこういろいろちゃんと作ってるんじゃなかろうかと思っていたりしたんですよね。ただ問題があって、まず一つはバウンスがめちゃくちゃこう出っ張ってたと。僕が今まで使ってきた中で絶対に選ばないバウンスの形っていうのをしていたんですよね。であとは特徴としてはここのブレードの部分が結構まっすぐなんですよ。でまっすぐなウェッジって多分ですけどクラブのフェースを開いたりあんましないんだろうなっていう感じで、で、まあ、割とまっすぐめにスクエアめに構えてボール打つっていうのが好きな人が使うウェッジなんだろうなというふうに思ってました。でそれに対して僕はめっちゃフェース開く人なんですね。あとはバウンスがすごいでかかったんで、ワイドだったんで、入射の角度がすごい鋭角な人が使うものなんだろうというふうに思っておりました。実際僕の先生のいるピースプロゴルフショップっていうところのウッディとサニーってめちゃくちゃフェース開いて、かつ鋭角に落としてくるプレイヤーたちはこれでめちゃくちゃパフォーマンスが上がったんで、彼らには向いてんだろうなと。ただ僕は逆の人だったんですよね。めちゃくちゃ入射の角度が浅くて、かつフェースめちゃくちゃ開いてっていうので、なので結構プロトコンセプトのウェッジを使ってて、なんだかなっていうふうに思いながら打ってることがあったんですよね。まあただ新しい何かを見出せるんじゃなかろうかと思って結構頑張ったんですけど、結果ダメだったという感じで、次にやったのが、ここのソールを先生と相談してめちゃくちゃ削ったんですよね。でめちゃくちゃ打ちやすくなったんですよ。ただそもそもがほら今のもね最悪な当たり方なんですよね。本当多分最初から開くように設計されているものだったらここまで打ちにくくないと思うんですけど、でかつソール削ってだいぶ開きやすくなったよっていう風になった時に今みたいに自然に打って、いやどこ当たってんのっていうような当たりになっちゃうんですよね。だからこれでプレイしてて最終的に、一歩寸前まで行ったんですね。下手こじらせんなよって自分でも思ったんですけど、アメリカからじゃあ日本からニューヨークに帰ってきて、ラウンド3回目全然忙しくてラウンドできなかったんですけど、3回目のラウンドがコンペだったんですよね。コンペで、いつもの気の知れてる人たちとプレイしたんですけど、これ多分30ヤードないぐらいのアプローチなんですけど、普通に構えて、で打とうとしてガスンみたいな感じだったり、こんなミスすんのってなって、でたまにいいし寄るのはあるんですよ。つい先日リバティナショナルっていうコースで、5回目のコースを回らせていただいたんですけど、
その時にはもう苦肉の策でマッセっていう僕の技があるんですけど、あのビリヤードのこのマッセってなんかあるじゃないですか、ボールピャンみたいなやつ、あれを僕の場合こうウェッジ打った後にこっちに引くよっていうのがあるんですけど、これだったらどのウェッジでも打てるんですよ。ただ打てるショットがかなり限定されるのと、距離遠くなっちゃったらうまくてか調節できないんですよね。ただまあそれしか打てなくなっちゃったから、マッセで打つたんびにマッセってまあ言いたいだけなんですけど、あのマッセやりまくってって、でもやっぱりクソ当たりなんですよ。全然当たんないのね。ただなんかカップここにあったらボールが横にあるみたいな感じで、なんか結果がいいけどクーみたいな、なんかもう本当にシャラクサーっていう感じのなんかウェッジゲームをやってて、もう本当にいやー僕一番ウェッジ得意だったんだけどなーって思って、でまあここまでやってダメだったらあの帰りゃいいってだけなんですよね。で僕のこれをめっちゃかわしてくださいって言ってるあの生徒さんがいるので、実際その人僕より全然これうまく使えてたんで、僕一番ウェッジ得意なんだけどなとか思いながら、その人がこの人いいです、これいいですねって言ってくださったんで、まあその方にあの打ってあげるかみたいな感じなんですけど、まあそれを先日決めて、じゃあちょっとウェッジ探しの旅に出ようってなった時に、先生にそういえばあのウェッジありましたよねっていうふうに話して、彼が出してきたのがこれだったんですな。はい、ジューシーのですね、ウェッジで TT って書いてあるやつですね。でここに55度の、B って書いてあります。まあもともと僕は14というブランドのウェッジを使っていたんですけど、まあこのジューシーってその14 の、 あの松吉さんという方が独立されてジューシーっていうのを作ったんで、まあ本当持った瞬間にこれやっていうふうにやっぱなったんですよね。でどうやらこの TT っていうモデルに関してはあのフェースをすごい開く、プレイヤーの人たちに向けて作りましたっていうコンセプトらしいんですよね。で実際これじゃないウェッジを打ったら僕打てなかったんですよ。なんですけど、まあ、本当久しぶりにこういうもう開いていいですよっていう前提のウェッジ持ってみて、もう当たるんですよね。本当不思議。まあ本当ちゃんとそれを想定して作ってるのと、多分そうでない別の糸で作ったっていうウェッジなんだと思うんですけど、やっぱり全然こう持った瞬間の見え方みたいなのがやっぱり全然違くて、例えばこの子はフェース開いたらなんかボール拾ってあげますみたいな感じに見えるわけですよ。なんだけどこの子はちゃんと打ち込んであげますに見えるんですよね。打ち込むじゃないけどちゃんとスクエアに当てれますみたいな感じに見えて、フェース開くと拾ってはくれなさそうだなみたいな感じで、でそれを無理やり拾おうとしてるから当たんないのかなみたいな感じだったのがプロトちゃんだったんですけど、そう本当ね久しぶりにこのジューシーのフェースをヘッドの形か見て、なんか久しぶりにコントロールできるなっていうのは印象があってすごく嬉しいんですよね。で当然マッセもできるし、マッセできるとボールの初速だけ落ちてスピン量そのままなんでめっちゃ止まるんですよね。なのでいやーいいわーまあこのジューシーのウェッジに関してはまだお借りしているだけなので、もうほんと先生の車の中に入ってたのを受け取って、もうこれこのまま使わせてくださいって言ったら、いいよ切ってあげるって言って、その場でパン切ってガクサーさしてって、もう僕用に調整してくださったので、とりあえずこれテストで使うんですけども、まあ多分ジューシー買わしてもらうんだろうなっていうふうに思っております。本当に久しぶりにこんなに安心感あるなっていうのを、今朝のプレイングレッスンって朝のコースレッスンで使って、いや一発もしくじらなかったのと、一発もかさたりがないって久しぶりだなって思ったんで、まあこれちょっと、テストで使わせていただいてっていう感じですかね。
本当にこれで僕のウェッジゲームが元に戻ってくるといいんだけどなっていうふうに思います。まあこのプロトちゃんに関してはそうですね、一応取っといてどうにかするか、あの何かのコースでこのコースで全然打てないところで試して打ってみるか、それかもうずっとあの欲しい欲しいって言ってくださってた生徒さんにあの打ってあげるかっていうのをしようかなと思います。もう本当あそこまでやってダメだったらもうあの僕は努力したくないので、そんなことに時間を、なので使えるものを使ってもっと調達したいなっていうふうに思いますんで、この子はまあ何かしらの形で手放すかなというふうに思います。というわけで、まあウェッジに関しての近況報告でした。